レイサちゃん、じゃあ、ぼちぼち動画撮りましょうか。あ、ちょっと、みやちゃん、その前に。あ、見てはいる？美味しいよ。口臭かったかしら。皆さん、こんにちは。ニワトリチャンネルのレイサと。ニワトリです。はい、ということでですね、ミンティアですね。止めてたの。はい、匂いが気になる方には、こちらということですね。今回対戦動画撮っていくんですけど、はい、まあ、診断のカードが続々と発表されていく中で、はい、ちょっとね、あまりにも作りたいデッキが出ましたので、新カードが出ましたので、はいはい、そのカード見ていこうかなと思います。まあ、こちらですね。ほう、はい、デンチュラ EX ですね。キラキラー、めちゃくちゃ強いんちゃうかっていうことで、まあ、早速デッキ作ってみました。ほうほう、ポンと。はい、まずはデンチュラ EX ですね。注目のカードです。こちらフルグライトという技を持っておりまして、180ダメージ与えつつ、このポケモンについているエネルギーを全てトラッシュすることによってグッズロックができるという技になっております。で、まあ、3色っていう難しさあるんですけど、まあ、そこさえ解消できれば180ダメージ与えつつグッズロックと、かなり強力なカードになってるんですね。なるほどね。でかつ電気タイプでもあるんで、エレキジェネレーターなどによっても加速できるというカードになっております。強い。そっちも強いんですけど、上の技も十分強くて、アッパースレッドという技を持っておりまして、110ダメージなんですけど、相手のバトルポケモンがポケモン EX もしくは V だったら110ダメージプラスと220まで出ると。うん、結構十分。そうですね。なので V ポケモンだったら大概倒せる、うん、っていうのを、まあ、ジェネレーター込みで、2エネで技を打てると。で、まあ、高1からもちろん技を打ちたいじゃないですか、グッズロックなんか特に、うん、でそれ用に作ってきましたんで、このデッキ。なるほどね。なんとセージが入っております。一進化、一進化、特性ないからね。そうなんですよね、うん、なので組み合わせバッチリと。で、まあ、セージ使って進化してエレキジェネレーター、新カードきらめく結晶ですね、 S スペックの。まあ、これテラスタルのポケモンについてたら何でも好きなエネルギー1個分になるんで、これプラスあと手張り1個をすることによってもう早速技が打てちゃうと。強い。ちなみにこのバチュル自身も非常に強くてですね、バチュルチャージという技を持っておりまして、草エネと雷エネルギーをデッキから2枚ずつポケモンに好きなように貼れるんで、強すぎ。これね、強いんですよね。このターン進化できなかったとしても、バチュル出して技打つだけで結構自分のね、その後の生活が安定するんで。生活、はい、非常に強力です。あとは新カード赤松が入ったりしてるんで、その辺もね、見ていただければなと思います。強い。はい、じゃあ対戦やっていくんですけど、対戦相手としては今までのね、環境の、はい、リザですね、うん、ドラパリザ、月光川が入った私のね、好きな方のデッキになっておりますんで。あ、そうなのね。はい、そこを相手に戦っていこうかなと思います。はい、はい、じゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。ミユ EX トカゲです。はい、どうぞ。1枚ドローします。頼む。やばい。おっと、どうしよう。手張りしてバン終わります。おっと、バン終わる。やばい、舐めておりますね。じゃあもうこれ終わるんちゃうかな。セージ使います。はいはい、もうやばいやん。はい、場のポケモンに対して進化するカード、過去特性持ちのポケモンを除くものをデッキから進化できます。まあでもね、手張りとジェネレーター必須やから。はい、デンチュラ EX 持ってきます。はい、手張りします。あー、ジェネレーターが。で、タウンデパート使います。デッキから道具持ってこれます。なるほどね。きらめく結晶持ってきます。ありがとうございます。はい、じゃあ逃げて、アッパースレッド110点で、ありがとうございました。もう一回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 さすがにもう一回やりましょうか。わかりました。さすがにもう一回やりましょう。強いというか、動けてなかったすぎるね。そうっすね、そうっすね。すいません。いい、もう一回やりましょう。はい、はい、じゃあ気を取り直してやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。結構トカゲです。はい、どうぞ。1枚ドローします。はい、じゃあまずミストボールから入ります。はい、とりあえず種切れの心配はね、そうですね、ないということで。じゃあロットム V ベンチに出します。はい、はい、このまま山さんを上げます。はい、ボルタンスタジアム貼りまして使います。はい、はい、じゃあ山札からルールを持たない種ポケモンを1匹ベンチに出すことができます。はい、じゃあヒトカゲをベンチに出しましょう。はい、手札からビッパちゃん出します。はい、はい、はい、じゃあこれでロトモの即席充電使います。山札3枚ドローして番を折ります。はい、番もらいます。どうぞ。どうします。とりあえずネストボールから入りましょう。はい、ミライドン EX 持ってきます。タンデムユニット使います。一旦雷光 V とバチュル1体だけ持ってきます。で、そのボールターン使います。使われる。はい、バチュル2体目とトラッキングシュート使います。手札加えましょう。で、隠し札使います。カメラレネトラッシュ2枚引きます。いいよ。はいよ。トラッキングシューズ、あ、手札ですね。ポケギア使います。うよからでいいはず。7枚見ます。はい、ここで欲しいのがセージ。まだセージ持ってないですね。はい、セージ手札。はい、まあね、セージこんかった場合に今赤松も見えとって、うん、
なるほど、ね、岡松で一気に、ね、加速してミライトドーンみたいなのとかライコバーンみたいなのができるんで、なるほど、まあ、その人影ちゃんは倒せるね。でターンデパートに張り替えます。ボルタンも引っ張ってずるいぞ。ボルタンも使ってターンデパートで噴石ライコに貼っときます。はい、ターンデパートを使います。ありがとう。きらめく結晶持ってきます。で、バチュルに貼っときます。ステージ、はい、使います。で、後ろのバチュルをデンチュラ EX に進化します。あ、ここまではいいんじゃないます。大地の器使っときます。おー、これでまあ上技は打ててもらうと入れ替えカードトラッシュします。雷率を上げときたいのでサエネとトウエネを手札に加えておきます。なるほど。でこのまま V サーバースタールケミック使います。これで持ってくるのがジェネレーターと。当たった。はい、当たりましたね。なのでこれで1ヒットでもしたらグッズロックができるし、ヒットせんかった場合でも上技を打てるっていうような体制は作れました。なるほど。ではこれで運命のエレキジェネレータータイムです。さあ5枚見て雷エネルギーを好きに2枚まで作れますので、2ヒットと。2ヒット、2ヒットですね。間違いなく2ヒットですと。強欲すぎ。強欲の2ヒット。1枚はデンチュラ EX に、もう1枚ライコーにつけておきます。で緊急ボード貼ります。なるほど、ね、動けてますよ。で逃げます。はい、はい、じゃあデンチュラ EX 前出します。おーい。で手張りまだなので、等エネルギー手張りします。はい、はい、じゃあこれで、きっちり3エネ分ついてますね。はい、じゃあ技入ります。フルグライド180点で攻撃してトラッシュですね、全部ね。はい、で次のターングッズ使いません。きついいでしょう。じゃあ最大1枚もらいます。キッチー、ちょっと待ってね。グッズロックです。ビッパちゃん前出します。おー、ビッパちゃん1枚取らしますね。じゃあベンキンドラミシア出しましょう。はい、ビッパちゃんビーダルに進化しておきましょう。はいはいはい。じゃあ第一の器で、わ、使えないです、使えないです、使えないです。せやったー、グッズロックっす。せやったー、早いっす。ちょっと待って、グッズロック早いっす、忘れるの。いやそう、ジャムでお願いします。はいはいはい、ジャムさせる。はい、5枚いきます。はい、6枚ドロします。はい、ビーダルに水エネルギー貼りますね。まず、はい、タウンデパート使用します。はい、エボリューション持ってきます。はいはいはい、そのままビーダルにエボリューション貼りましょう。はい、ということでこのままエボリューション、はいはい、でドロンチとリザード進化します。うん、はい、ただこの一旦のロスでかいっすよ。まあそうなんだよね。またやつエボリューション開始、はい、します。じゃあ場もらいます。ドロします。草屋に入ります。ロスの指令リザード、終わったー。終わった。隠し歌使います。雷トラッシュして2枚引きます。はいはい、はい、と。スタウンデパート使います。はい、対象なしです。いいよ。じゃ技入ります。アッパーすれて110点でリザード倒します。きちー、1枚サイドもらいます。どうすこれ。ただもうグッズ打てるようになったんで、ビーダルか。一旦のビーダル、一旦のビーダルね。1枚倒します。はい、まずドロンチにちょいに貼っとくまではやっていいかな。はいはいはい、偵察指令使います。はい、山札2枚見て、1枚手札1枚山下です。はい、1枚戻します。はい、じゃあペパ使用します。はい、すごいチリザオと封印石持ってきます。はい、じゃあこのまますごいチリザオ使用します。はい、じゃあ人影2枚を山札に戻します。はい、じゃあロストシーパー使用します。ハイパーボールをロストに送ってきらめく結晶ですね。はい、まあもう十分働いてくれました。はい、ロストなんでね。はい、まあそうですね、戻せません。はい、お願いします。十分でしょう。じゃあロトの上にまず森の雰囲気貼っていきましょう。そっちに持ってきたやつ、はい、ヘイパーボール使用します。シーラーメとボスの尻でトラッシュ。はい、でドラパルト持ってきます。はい、でこの後ろのドローンチをドラパルトに進化します。はいはい、これで今、手札0枚になりましたので働く前歯使用します。はい、5枚ね。5枚ドロー、5枚ドローします。はい、ネストボール使用します。はい、人影をベンチに出しておきます。はい、守ります。はい、じゃあ場もらいます。ドローします。これね、上押せ110しか出ないんでね、 EX 相手じゃないんでギリギリ耐えるで。そうなんすよね。入れ替えカートにしてたんですけど、採用ポケモン入れ替えでもいいかもなってちょっと思ってる今。なるほどね。まあまずはすごい釣り座を使っておきましょうかね。はい、はい、雷エネ3枚をデッキに戻して、まあジェネレーターでのねヒット率を上げておきましょう。いいですね。じゃあ科学月光が隠し札使います。雷エネ切って2枚ドローします。はいはい、ああ神っちゃ神か。赤松使います。なるほどね。はい、山札からそれぞれ違うタイプのエネルギーを2枚選んで、まあつけること、1枚つけて1枚手札に加えれる。雷エネルギーだけつけて1枚、草エネルギーを手札ですね。なるほどね。はい、します。で、糖エネルギー貼ります。ここのグッズロックはもう刺さらんのか、それかどうや、悩ましいところですが、まあいいでしょう、せっかくなんでね。はい、じゃあ、フルグライト使います。全部トラッシュで180ダメージで、いやー
チグタングッズロックです。いやー1枚されてもらいます。ドラパルト EX 前はい1枚ドロします。はいよ。今引きました。はい、このエネを手張りします。これでとりあえずねファントムダイブは打てる。なるほどね。はい、じゃあまずまず入ります。ファントムダイブ200点とバチュルに30。はい、やられます。ヒライドに20。はいはいはい。だからまあ月光がでいいかな。はいはい、以上で。はい、じゃあ1枚取ってください。1枚もらいます。はい、1枚もらいます。おい、草エネ手張りします。はい、逃げれるようにしておきましょう。傘の献血使います。はい、まあ、この辺トラッシュと。なるほど、ね、入れ替え方はあるんですけどね。7枚引きます。お、悔しいねこれ。入れ替えが、はい、入れてないんでね。じゃあ第一の器使ってネストボールトラッシュします。はい、対象なしです。はいよー。はいよー。で隠し札使います。うん、雷に切って2枚引きます。はい、はい、じゃあエレキゼネレーター使います。あー、5枚見ます。じゃあ1枚来たので1枚雷光に貼ります。これでも一応技は打てると。ネストボール使っときます。はい、じゃあ鉄のカイナ出しときましょう。ほう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 。じゃあデンチラ1円で切って逃げます。はいよ。あの、ね、残り HP60 っていうドラパ圏内すぎるんよね。じゃあライコを前出します。はい、で瞬速使って1枚ドローします。はいよ。ミュー EX 来たんでミュー EX 出します。なるほどね。でこれで火力さらにアップと。じゃあこれで技入ります。ライトニングロンド160点で攻撃します。ほい、はい、じゃあこれで回ります。はいよ。1枚ドロします。はい、ハイパーボール使用します。はい、水エネルギーと月光が EX をトラッシュします。はいはいはい。イザードン EX でございます。はい、これで不思議な飴使ってリザードン EX に進化します。はい、煉獄支配使います。いや、やばいっすね。これはやばいっすね。ようやくですよ。もう炎エネルギー2枚をリザードン EX で1枚をロトムに貼りましょうかね。はい、万全っすね。やばいっすね。いい。じゃあ技入ります。ファントムダイブ前200点ちょうど、はい、と60を電池カードお願いします。はい、了解です。はい、これで4枚サイド一気に取れるぜ。いやー、一気にやばいっすね。あと1枚一旦ミュー EX 前出しましょう。どうぞ。じゃあ番もらいます。はい、一旦隠し札使いましょうかね。はい、雷切って2枚ドローします。はいよ。あ、まあいいでしょう。ゼネレタ使います。はいはい、5枚見ます。2枚鉄のカイナに貼ります。怖っ。わ、大丈夫？いや、大丈夫なんすよね。その、雷光でもうちょい与えてきたかった。40打点が足りない。もう一回ジェネレーター使います。はい。もうデッキ全部っすね。はい。なるほどね。で、雷ね、1枚だけ鉄のカイナに貼ります。はい。もう逃げますけど、火力が足りない。火力が足りないんすよね。じゃあ、これでアームプレス160点で。はい。はい、じゃあ、2枚もらいます。2枚なんですよね。はい。サンプリファイじゃないんですよね。サンプリファイで倒せなかった。遠慮なく、はい、リザードン前に出します。はい、どうぞ。1枚倒します。バーニングダーク、ありがとうございました。ありがとうございました。勝ち切れんか。結構惜しかったね。一旦ちょっと無駄な時間できちゃったんがもったいなかったな。こっちはいけるんやったら最後あれか、ミライドンで打っとくべきやったんかもしれへんな。そうですね。いやでも無理やったな、あのダメは多分ね。なるほどね。そうですね。おもろいね、そのデッキ。そうなんですよ。結構ね、デンチュラがいい動きをするんで。うんうん。まあ、180ダメージ強力なんでね。うんうん。あとまあやっぱこのきらめく結晶が結構優秀。タウンデパートで持ってこれるしね。バチクソ強かったな。そうね。まあスイーパーとかで送られるんで、まあそれまでにね、フルグライドで、あの相手の動きを止めときたいところで、まあ、有利取りつつ、うんうん、もうちょいね仕掛けて連続して攻撃してどんどん倒していくっていうのが理想なんですけど、ほい、ちょっと止まっちゃ息切れしちゃったかなっていうところもあるんで。なるほどね。まあ、ちょっとまだ改良の余地あるんでね、うんうん、ちょっと電池で EX さらに極めていきたいなと思います。はい、ちなみにビスタパンまだ残ってました。余裕ありますね。余裕がちょっとありました。そう、まあ、でもリザードン絶対進化したかったからね。まあそうですね、うん、リザードンを進化するのに温存しててんけど揃ってたね。やっぱだからエネルギー全トラッシュっていうところをいかに解消できるかっていうところがポイントになりそうですね。ういはい、というわけで本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。申し訳ばチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。バイバイ。